はい、マウスガードとかフェイスガードとか面マスクをして試合してみたすごい。だから五段がちょっと曇ってたんですよ。はい、俺チャンスだと思って。ケントさんなんです。エンダムなんです。よろしくお願いします。でもよろしくお願いします。すり足自粛します。でも早めにしてほしい。本当ですね、はい、早く自粛したかったよろしくお願いします。すり足はもうめっちゃ5回目から自粛したかったですでもやらないならやらないで、はい、いろんなコメントいただきますから、はい、やっぱりこれを待ってる方も現にいらっしゃいますので。どこにいるんですか。あの中野の中野の理由。いや知らないですはい、今回はですね、フル装備、はい、マウスガードとかフェイスガードとか面マスクをして試合してみたー。いやもうね、あの実際これをやることによって技術以上に体力がね、そう、どこでペースアップするかというか、そう、体力管理がすごい重要になってくると思うんですよ、はい、だってもうね、もう戦闘能力も違うし、もう体力も違うわけです。年齢だけです。年齢と偏差値だけです。年齢偏差値は下なんだなんで偏差値出してきたいやだから実際これ本当に正直みんな 見たいと思うんですよ。はい、あんだけもういつもね、もういろんな技を繰り出す5段、うん、面しか打てない3段しかもう見てるわけです、うん、ここでつけてみたらどう変化してるんだろう、はい、ね、これはちょっとね、ちょっとお楽しみいただきたいと思いますので、試合してみたいと思います。それではでしょう、試合始め。すごい。だから五番がちょっと曇ってたんですよ。はい、俺チャンスだと思って。そうだ、ちょっと見えなかったんですよ。ごまかしてましたけど。もう白銀の世界です。スキー場。セフィア！セフィア！多分僕より五段さんの方が曇ってるんじゃないですか。もうちょいで水滴が出てきます喫茶店に置いてあったら美味しそうなアイスティーですはい、ということで、3段とですね、もう本当にこの白熱した、まるでもう本当頂上決戦のような、対決をさせていただきましたけども、まあ一つ感想としましては、まあ、非常に息がやっぱり吸いづらいですね。あの本当にこれ酸欠に近いような状態になってしまいますので、気をつけていただきたいなと思います。あともう一つやってみて一番気になったことは、やっぱりこちらですね、ガードがですね、特にアイガード
がですね、非常に曇ります。特に人によって特に曇ってくると思うんですけど、僕なんかは特に曇ってしまいましたので、もう三段さんがこうシルエットに見えるんですね。もう得意の片手突きを打ちたいなと思うんですけど、突きの場所が正直分かりませんね。なので本当にこの曇り止めスプレーっていうのは非常に重要かなと思います。さまざまどんなものが合うかどうか、ぜひ試していただければなと思います。本当にこの今までとは全く別世界の、戦いになってくると思いますので、皆様もぜひさまざま注意事項ね、ありますけども、一つ乗り越えて、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。